松井、5回の第3打席もチャンスに回ってきます。フェンス直撃のタイムリーツーベースでこの試合だけで6打点、ワールドシリーズの記録に並びました。そしてヤンキース4点リードで迎えた9回、打ち取ったセカンドカノー、スリーアウト、試合終了。ニューヨークヤンキース9年ぶり27回目のワールドシリーズ優勝。大リーグ挑戦から7年、待ち望んだ瞬間でした。松井と喜びを分かち合ったヤンキースのキャプテンジーターは、何年も、ね、ここにいましたけどね、初めてここまで来れても最高ですね。日本でも大勢の人がテレビに気づけに。最高最高、松井選手万歳というところですね。日本一や、世界一。すごいすごいな、すごいな、世界一、すごいな、すごいな。値上がりからああいうすごい人が出るなんて、いや誇りやんね、これは誇りやわ。本当に、ああ本当に嬉しいわ。 MVP やって本当最高のが日本で人で初めてやる。すいません。そして恩師も松井らしいなと思いますね。なかなかこう人のできないことをやる、国に国ですごい大きな仕事をする、頼もしい男だなと思って、今日また、一段と惚れ直しました。松井選手の父親正雄さんは、秀樹の、ね、生涯の最高の幸せの日だと思いました。ものすごい、ね、じくじたる気持ちでこの何年間起こったと思うんです。それをね、今日 一番大切な日に恩返しできたという、そういうふうに私ものすごく感じました。これ僕はね、ニューヨークが好きだし、ヤンキースが好きだし、チームメイトが好きだし、ね、ここのファンがね大好きだし、それだけです。石川の星稜高校時代、すでに甲子園で大型スラッガーとして注目されていた松井選手。付けられた愛称はゴジラ。巨人に入ってからも10年間でホームランは332本、名実ともに日本球界を代表するバッターとなりました。巨人にいた平成14年の暮れ、松井選手は夫婦を訪ねました。それは大リーグヤンキースへの入団を発表する。ヤンキースは史上最多26回のワールドシリーズ優勝を誇る強豪です。松井選手の夢は大リーグに挑戦するだけでなく、入団と、ワールドシリーズ出場して、そして、ワールドチャンピオンになるという、大きな目標、夢を実現できるように、これから1年、頑張っていきたいと思います。今年2回目のワールドシリーズに出場した松井選手、そして今日第6戦で先制ホームランなど6打点、優勝を決定づけた松井秀喜選手。契約も最後の年ですよね、恩掛け富士ですもん。当たり前で優勝したんじゃなくて、苦労して苦労して優勝したから、余計彼も嬉しいと思います。アメリカに渡って7年、ついに夢をつかみ取りました。ですよね、僕が来るまでは、ね、ヤンキースは毎年のように、ね、ワールドシリーズに出てたし、ワールドチャンピオンにもなってたし、ね、そういうのが、ね、長かったですね。初めてここまで来れても最高ですね。